こんにちは。埼玉県にある園芸店サニベルの店長の真室みどりです。今回のテーマはミモザアカシアの育て方になります。ミモザアカシアっていうのは草咲きといって黄色い花がふわふわっとつくのをミモザと総称している場合が結構多かったりしますけれども、このミモザはとても人気のある植物です。切り花で使ったりとかリースとかドライにして楽しんだりとか、楽しみ方は様々です。人によって樹形を楽しみたいとか、切り花にしてたくさん枝を切って使いたいとか、いろいろな楽しみ方がありますけれども、ミモザアカシアは本当に人気の植物だからこそ、植えたはいいけれども大きくなりすぎてしまったとか、枝が折れてそこから枯れ込んでしまったとか、または切り花で使いすぎてしまったのか、新しい葉っぱが出てこなくなってしまったとか、いろいろなお悩みがあると思います。この動画ではミモザの特徴を知ることで、その対策をしたりとか、基本的な扱い方、そして肥料のあげ方だったり剪定などをご紹介していきたいと思います。このチャンネルでは初心者の方にも分かりやすい視点でお花の楽しみ方、そして園芸情報を発信してます。チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。はい、ミモザアカシア、こちらは主によくあるものが銀葉アカシアで、マットなシルバーリーフな感じのテイストの葉っぱに黄色い花がね、ホロホロホロっとついて、とても素敵なものが有名なんじゃないかなと思います。あとは銀葉アカシアと同じように寒さに強いっていうところで、アカシアパープレアですね、ちょっと紫色っぽい葉っぱになる落ち着いた感じのものがあったりします。その2つが主に寒さに比較的強くて、このサニベルのある吉見町でもマイナス10度にはいかないにしても、そのぐらいまで耐えたりします。そしてこちらはマメ科の植物で生育が旺盛です。初めのうちは結構小さかったのに、幹に力がついてきて充実し始めた途端に結構暴れて大きくなってしまったっていうような経験のね、ある方もいらっしゃると思います。なので適度な剪定が必要になってきます。そして生育旺盛と言いましたけれども、そのまま放置すると10メートルぐらいになるものもあったりします。通常の埼玉県の気候だと、まあ、3月から4月っていうような開花期もいますが、本当に鮮やかですごく目立つシンボルツリーとしても好まれるぐらい素敵な黄色のお花をつける木になります。そしてミモザアカシアはオーストラリア原産の植物になります。でよくオーストラリア原産のものはリン酸分の強い肥料をあげない方がいいとか、マメ科の植物っていうのは自分で窒素分を作り出せるので、あまり肥料が必要ないとかっていう言い方をされますけれども、ミモザアカシアの場合は普通の植物と同じ感じで捉えて大丈夫です。土の質も水はけが良ければそこまで気にすることなく普通の土で育てることができます。鉢植えにする場合には赤玉土の小粒などを混ぜた水はけの良い環境を作っていただくと比較的馴染んで元気に育ってくれます。で、植え付ける時には必ず土に元肥を混ぜた状態で使いますが、特に植え付ける場合にはこちらの有機質の優しいタイプですね、私はおすすめしているのはバイオゴールドの元肥というものを使うと一番木のためにいいかなっていうふうに思います。もちろん緑の肥料を使っていただいても大丈夫ですが、ちょっと控えめに入れてくださいっていう感じで使うことができます。そして基本的には肥料を与えるタイミングっていうのは植え付ける時とお花が咲いた後になります。これから4月ぐらいにお花が咲き切るというかね、茶色くなったりしますけれども、お花が終わった時に追加の肥料っていう形であげるっていう、その年に1回ぐらいの肥料で十分間に合います。地植えにされている方も必ず年に1回の肥料っていうのはあげた方がいいので、花後もしもう1回あげるとすれば1月2月の寒肥といって有機質のものをあげるっていうようなあげ方がいいと思います。そしてお庭に植え付けるタイミングっていうのは、真夏と真冬を避けていただければ比較的気候的には問題なくできるんじゃないかなと思います。真夏に植えても大丈夫だったって方もいますけれども、真夏に植えると今度水の管理がとても大変になりますので、できれば穏やかな気候の時にやるといいと思います。植え付けたばっかりっていうのはやっぱり根が張っていかないので、土の表面がこう乾いてきたらあげたりっていうのをしばらくの間管理していく必要があるかなと思います。そして植え替えですけれども、こちらも真冬と真夏を避けた感じで、根をあまり崩さないようにして植え付けたり植え替えをしたりします。窮屈になってきてしまった鉢に対しては二回りぐらい大きい鉢を用意してもらって、頭の小粒を 2,3 割入ったもので植え付けるといいかなと思います。もちろん緑の土を使ってもらっても大丈夫です。そしてお庭に植え付ける時の最大の注意事項っていうのは、もちろん日当たりとか寒風が吹かない場所っていうところが好ましいんですが、一度植えてしまったら動かせないっていうことですね。なので四方に5メートルぐらいはしっかりと枝が伸びてもそんなに気にならないかなっていうところを確保した上で植え付けるっていうのがポイントになってきます。
そして剪定についてです。剪定はまず時期なんですけれども、お花が終わった後です。できれば6月ぐらいまでに切れればいいかなと思います。これからお花が終わって夏にまた新しい芽が出てきますけれども、夏に成長した新しい枝に次の年の花芽がついていますので、夏はちょっとわさわさしてちょっと混み合ってるなと思ってそこで切ってしまうと来年のお花を楽しむことができません。ので切り花とかで使ってる方は切りながら使ってるからいいと思うんですけれども、お花が終わった後6月ぐらいまでに枝を切ります。そして切る場所ですが、基本的には葉っぱがきっちりと茂っているところを少し残してこの辺で切ります。葉っぱが何もない枝のところで切ってしまうと、そこから新芽が出にくいってところがあるので、必ずしっかりと充実した葉っぱがあるところを残して切るっていうのをポイントにしてください。そしてもう一つの切り方としては、とっても混み合っているなと思われる枝です。これは細い太いは関係なくして、ここの一本っていうのは結構この枝も近くにあって、この枝も近くにあってっていうところもあるので、根元のこういうところから切ります。そうするとここの部分の枝がなくなるので風通しが良くなります。こちらは風通しを良くする間引き剪定といって、途中から切るのではなくてこの付け根から切るっていうのを間引き剪定と言います。で、風通しが良くなるとカエガラムシとかそういった虫の発生を防ぐこともできるので、病気とか病害虫から守るっていうところで風通しを良くするっていうのも一つの方法になります。そして剪定をしない方がいい時期というのがあります。これはお花が咲く咲かないではなくて、真冬ですね、一番寒い時期に切ったりすると、その切り口から寒さで枯れ込むっていうことがありますので、真冬は切らないようにしておきます。この間も雪が降りましたけれども、雪が降った時にはなるべくこまめに枝を振るって雪を落としてあげたりとか、支柱をして枝が折れないようにしてもらうっていうのがポイントです。ただ一本でも折れたらそこから枯れ込んでしまうのかっていうのは、そういうわけでもないので、そこまで神経質になる必要はないと思うんですが、気をつけて見てみるといいかなと思います。そして大きくなりすぎてしまったミモザをどうしたらいいかっていうところです。残念ながら今サニベルには一番大きい株がこれだけしかないんですけれども、高木のように大きな木になってしまった場合は、やはり業者の方を呼んでやるっていうのが必要かなと思いますが、切れる時期、まあ、冬ではなくって花が終わったところの時期で切っていただくのは大丈夫です。ただ太い幹の場合は必ず油合剤を切り口に塗るっていうところで切り口を保護する感じにしておかないと、そこが腐ったり心配もあるので、ぜひ油合剤は塗っておいた方がいいと思います。例えば来年もこのぐらいの枝ぶり感で楽しみたいっていう場合は、各枝を先ほど言ったようにしっかりとした葉っぱがついている場所を残して切るっていうのを、全ての枝を切り落としていきます。まあ、その中でもちょっと混み合ってるなっていうような枝は間引くっていう剪定で何本か根元から切るっていう風にしていくと、またここで切った分同じぐらいの枝がわっと出てきて、そこでまたお花を咲かせてくれるので、そんな風に高さ調節などはやってみてください。そしてこちらミモザの苗になります。これよりも小さい苗で買う方もいると思いますが、小さい苗は地に植えることもできますけれども、剪定の場合は 1.5 メートルぐらいまで大きくなるまで無理に剪定をしなくても大丈夫です。ひょろひょろっとしているようなものであれば、必ず支柱などを立ててグラグラしないような感じにしておいて、まずは木をしっかりと太らせるところで伸びてから初めて剪定をするっていう形にすると、木に勢いが出るのでたくさん枝を出させてくれると思います。はい、そしてトラブルのコーナーです。お花が咲かないとか、なんか木が弱ってるんじゃないかって心配な方ですね。理由は様々だと思うので、ミモザの置き場所としては日がよく当たるところで、寒風が吹きさらしすぎないところっていうのがポイントになりますので、まずそういうところはないのかっていうところをチェックしてみるっていう感じですね。日当たりが悪いとやはり葉っぱもなかなか出てこなかったりするので、そんなところをチェックしてみてください。あとは鉢植えとかに多いんじゃないかなと思うんですけれども、そもそも鉢がちっちゃすぎてしまって根が回っていて栄養がちゃんと送られてないので、新しい葉っぱが出てこないっていうところが考えられます。これはとても悪い例の植物ですけれども、どういうわけかこんな姿になってしまいましたおそらく根が回っているっていうところと、あと栄養が今肥料切れだと思われます。あとタイミング悪く切ってしまったところからちょっと枯れ込んできているので、多分この枝も枯れてしまうと思います。今できることは切ることではなくて、でまずは栄養を与えてみるですね。今この動画を撮っているのが2月中旬頃になりますので、その頃でまだ大丈夫なので、化成肥料ではなくて油かすのような肥料ですね、それを土の上に乗せて肥料を与える
っていうところですね。もちろん活力液だったりとか液体肥料っていうところもいいんですけれども、固形の肥料の方がゆっくりとじわじわ効いてくれるっていうところで、植物のためにはとても優しいので、そういったところでは固形の有機肥料を使うといいと思います。必ず完熟ですよっていうものを使ってください。お花が咲かないんですけどっていう方は、切る時期を先ほど間違えてしまうと花芽を切ってしまうことにもなりますので、まずは肥料を与えてないのであれば、今言ったように肥料を与えてみて木に力をつけるっていうところですね。木に力をつけてもらって、それで木を回復してからその後剪定っていうところをですね、やってみてください。あとは木が弱ってるように見えるっていう原因はいろいろあるんですけれども、木を少し触ってみて根元がかなりグラグラする、触ってみてこう抵抗がなくゆらゆらしちゃうみたいな、根元がグラグラするような場合は、ネキリムシというか土の中に幼虫さんがいて、それ根を食べちゃってるっていう状況で弱っているってところもあるので、一旦鉢から抜いてもらって新しい鉢に植え替える、綺麗な土に植え替えるっていうだけでもちょっと時間はかかるんですけれども、しっかりと綺麗な葉っぱが復活することもありますので、そんなところもチェックしてみてください。そして鉢で楽しみたいという方の注意ポイントとしては、いきなり大きな鉢に植えてしまうっていうところが気をつけなければいけないポイントになります。水はけのいい環境を好むので、お水やりの手間はかかってしまうんですが、水はけがいい環境を作るためにポットの二回りぐらい大きい鉢までに留めるっていうような植え方がいいかなと思います。植え替えサイズの目安なんですけれども、こちらは5号サイズ、直径が15センチで、こちらは8号鉢で直径が24センチです。本当は8号鉢でこのサイズだとちょっと大きいかもしれませんが、この株の場合は枝がしっかりと出ていて、現時点で充実した株になりかけていますので、ひょろっと1本出てるような株だったらもうちょっと小さい鉢に植えますけれども、枝が結構出ているので8号サイズになります。目安としては5号サイズだったら7号サイズにまずは鉢上げをして、それでまた次の年徐々に大きくしていくっていう形です。植え替える土に関しては根をあまり崩さないようにしてそっと植え替えるっていうところです。あまりにも今このぐらいの鉢でもうパンパンに根がぐるぐるっと回っているものがありそうだっていう場合は、あまり激しく崩さないように優しく崩してあげるといいと思います。いかがでしたでしょうか。ミモザは本当に私も大好きなお花になりますけれども、できれば長く素敵な感じで楽しみたいというのがありますので、ぜひ今日の内容をもう一回チェックしていただいて、管理するポイントで気をつけることとかっていうのをおさらいしていただくと、花を毎年毎年楽しむことができると思います。ミモザの植え付けにも使える緑の土とか緑の肥料は概要欄からオンラインショップで進むことができます。概要欄は動画のタイトルをタップしていただくと進むことができます。このチャンネルでは初心者の方にも分かりやすい視点でお花の楽しみ方、そして園芸情報を発信しています。チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。そして動画を見る際にはぜひベルマークオンにしていただくと旬な情報をゲットできます。そしてサニベルではインスタグラムをやっています。主にお店に入ってくる旬な入荷情報をタイムリーに発信してますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた。